はい、それではではすね今回の動画ではショートカットキーを使って一度間違えて確定してしまった文字を再変換する方法というのをねやってみたいというふうに思います。 でどういったことかというとじゃあ例えば交換というふうに言って確定をしましたとでこの交換ではなくて、まあ、物々交換の方ですね。物を交換したいというその交換の方であったといった場合にこれをまあもう一度打ち直すといったときに、まあ、大多数の方は一度これを消してです、ね、また交換と打って変換ということをやっているんじゃないかなと。 いうふうに思うんですけどもまあ、ここでもショートカットキー使うことによってもうちょっと簡単にですねこの再変換をすることができますんで,で早速そのやり方をやってみたいというふうに思いますそれではもう一度交換と打ってこれで確定してしまいましたとで、この交換じゃなくてその物々交換の方に変えたいと言った時はですねキーボードのコントロールキーですねコントロールキーを押しながらバックスペースを押します はい、そうするとこういった形で再変換できるような形になりますのでここでまたスペースキーで変換をしてエンターで確定をしてあげるということですね。はいまあ、こういった形でこの文字の確定を、ね、間違えてしてしまったといった場合はです、ね、コントロールプラスバックスペースでもう一度再変換してもらえると、まあ、効率的にね文字を修正することができますので、ねまあ、ぜひ使っていただけるといいんじゃないかなという,ふうに思います。それではは、ね、今回の動画は以上になりりまます。ありがとうございました。